天満ンンモップ、あるいはレザボアバトラー主剣度従来は、1971年9月に録音されたスティーライスパンの3枚目のアルバム。このアルバムは短命だったペガサスレーベルから発行され、その後ムーンクレストレーベルからも1971年に発売された。1975年にクリサリスが、 グループの最初の三枚のアルバムを手に入れるまで、このアルバムはアメリカでは最初は発行されていなかったが、イギリスとアメリカで三枚とも再発行された。フォーナイツ・ドランク、マロ・ボンズ、ウィ・ウィーバーなどのトラックは、基本的に純粋なフォークである。九百七十一年十一月に結成メンバーの、アシュリー・ハッチングスをフィーチャーした最後のアルバムで、彼は、バンドの完成直後に脱退したが、彼は、 このアルバムがアイルランドの音楽に向かって行き過ぎて、イギリスの音楽から遠ざかっていると感じていたことが理由の一部である。バンドはアメリカツアーも検討していたが、ハッチングスはその度に出ることに消極的だった。アルバムはクリスマスキャロルグア・ワッサルの本案で始まる。When?I Was on Horseback はブルースソングとしての別の存在感を持つ数少ない。 フォークソングの一つであり、シックスホワイトホーセスとして知られることもある。それはまた、ストリート・オブ・ラ・レードやストリート、ジェームズ・イン・ファー・マリー・ブルーズのインスピレーションとなった曲のアイルランド風バリアントでもある。最後のスキューボールでは、バンジョーとエレキギターの対法が効果的に使われている。このアルバムの注目すべき点は、オリジナルのリリースでは、 見開きのジャケットとインナーページが布張りされていたことである。これはバンドによって支払われたが、アルバムの利益よりも印刷するためのコストの方が高く、バンドはアルバムが売れるたびにお金を失っていたことを意味する。このアルバムは、ペガサスとムーンクレストの両レーベルからその形でリリースされた。再リリースのどれにも、オリジナルのライナーノーツのページ数は含まれていない。 このアルバムの奇妙なタイトルとサブタイトルにはいくつかの説明が必要とされる。モップ、またはモップフェアとは中世後期の言葉で労働者が仕事を探しに来る就職フェアのことである。この曲はバンドが仕事を失って就職活動をしていることを暗示していた。10人のモップというのは潜在的な従業員がほとんどいないので、 とてもお粗末なショーになってしまうだろう。さらに奇妙なサブタイトルは、このアルバムでカバーされている曲の一つを演奏していたレザボア、バトラーへの言及である。バンドは彼の変わった名前に心を打たれて、この名前を曖昧さから救う必要があると判断した。ジャケットの写真は、1900年頃に、ジョン・ベンジャメン・ストーンが撮影したものである。 シパーストパースと題された、この写真は、ウォリックシャー州のビットフォード・オンエボン村で、毎年マイケル・マスに開催されるお祭り、ビットフォード・モップでの二人の村人の姿が映っている。この村は何百年も前から、大酒飲みが多いことで知られている。キャッスル・ミュージックが、天満・モップを再リリースした際には、かなりの数のボーナストラックが追加された。 最初のディスクにはゼネラル・テイラーと3バージョンのバディ・ホリーのレイブ音が収録されている。2枚目のディスクには1971年9月26日に放送されたジョン・ピールとのラジオワンコンサートの録音が収録されている。録音の質にはバラつきがあるがボーナストラックにはどのアルバムにも収録されていない曲が多数収録されている。 サンディロバートン、プロデューサーアルバムジャケットに使われた、ジョン・ベンジャミン・ストーンによるシパーストパース、1971年にペガサスレコードからリリースされたオリジナルアルバム p e g q 1974年にムーンクレストレコードから、クレスト Q、1991年に、クレスト 00Q、1991年に、 クレストクド009として、再リリース、グワーワッサルジグズ、パディ・クランシー、エス・ジグ、ウィリー・クランシーズ・ファンシー・フォー・ナイツ・ドランク・ウェン、アイ・ワズ・オン・ホースバック・マロ・ボンズ・キャプテン、カウルストン・ディールズ、ダド、エス・フェイバリット、10ポンド・フロート、ザ・モーニング・デュー・ウィー・ウィーバー・スキュボール2006年の、キャッスル・ミュージック再発売、CMQDD1252 に収録されている、追加トラック、 2006年のキャッスルミュージック再発版 CMQDD1252 ボーナス CD に収録されている追加曲 BBC ピールの日曜コンサート1971年9月15日ありがとうございます